神田外語大学外国語学部英米語学科2004年卒業の池上彩です。現在は埼玉県立草加南高校に勤務しております。高校の時に本当に国際高校でもあったのと、自分が外国語科出身だということで、本当にモチベーションの高い先生たちがいっぱいいたので、その時にああこうなれたらいいなと思って、英語は好きだったので、あと家にホームステイでオーストラリアの方が来たりとかっていうことがあったので、興味がもともとはあったんです。やっぱり施設が充実してたのと、実践的に英語力を学ぶとか話す機会をたくさん与えてくれるとか、あとネイティブの先生がたくさんいるっていうのは本当にその頃から耳にしていましたので、やっぱり留学は苦しかったですね。やっぱりそれまで中学校から6年間7年間8年間英語をやってきて、でもやっぱり最初の3ヶ月は通じなくて苦しかったんですけど、3ヶ月を超えたあたりから授業にもついていけるようになったりとか、あと自分から本当に積極的にコミュニケーションができるようになったので、そこで大きく変わったのは印象的だなと思います。自分が教壇に立って教えてる時に、やっぱり生徒が分かったとか、ああそうなんだって思うことがあるんですけど、そういう時はやっぱ嬉しいなっていう。英語に関してはやっぱり英語が好きっていう生徒ばっかりではないので、英語をやるとすごくいいことがあるんだよっていうのを伝えるのはとても難しいなっていうのは今でも感じてます。 You're stressed? Why is that, do you think? Yes, you do have some pupils. 生徒のイメージとして英語って本当に勉強のための英語とか受験のための英語っていうのがすごく大きいんですけど、実は英語ってそうじゃなくって、自分の心を豊かにするじゃないですけど、やっぱり英語を使えることによっていろんな人と出会えるし、いろんな世界が見えるし、そうするともう人生経験が本当に豊かになると思うんですね。そっちを伝えたいですね、できれば。教員の仕事って結構棚に上げて言わなきゃいけないことっていっぱいあるんですけど、結局生徒が目を輝かせて聞くことって自分自身が経験したことだったりするし、自分も多分そういうふうに話せるんだと思うんですね。経験したことしか話せない。生徒も結構素直で鏡のようなものなので、自分が本当誠心誠意を持ってやれば伝わるし、こっちが自信がなかったりとかモチベーションが低かったりすると生徒もモチベーションが低くなるっていうのが本当に5年間で感じていることなので、年齢は違うし経験も違うんですけど、結局人間同士のコミュニケーションなのかなって教員と生徒も思うので、すごく今の在校生にも伝えたいですけれども、本当に環境がいいので結局やるかやらないかは自分次第というところがあると思うので、そのチャンスを与えてくれるところだと思います。自分がそこに行った時の姿をぜひ想像してもらって、本当にパンフレットを見たりとか神奈川の姿を見たりとかして多分憧れを抱いていると思うので、自分がそういう風になれるということを信じて、まずは今は入れるように勉強も頑張ってほしいなっていうことと、やっぱり目標は高く持って、はい、頑張ってほしいと思います。